DISH が元日に開催する武道館ライブ、彼らのために5組のプロデューサーが大集結。これまでに3組のプロデューサーがテーマを発表。第1弾プロデューサーヒャダインさんのテーマはスクラップ&ビルド。第2弾プロデューサー松隈さんと渡辺さんのテーマは We will rock you。 第3弾プロデューサー理事長のテーマはコント。そして今回残り2組となったプロデューサーの正体がついに明かされます。第4弾プロデューサーはファッション誌総演に決定。今年創刊81周年を迎えるデザインやクリエーションの先駆的なファッション雑誌。これまでにディッシュもまた匠もソロで登場するなどゆかりのあるファッション誌です。そんな総演がディッシュをどんな風にプロデュースしコラボレーションするのか。そしてディッシュ武道館ライブ5組のプロデューサー企画を締めくくる第5弾プロデューサーはなんとスラデューサーに決定。そう、つまり今この映像を見ているスラッシャーの皆さんなんです。というわけで主な応募資格はこちら。1、サラ組ゴールド会員であること。2、スラデューサー会議に参加できる方。現地に来られない場合はビデオ会議での参加が可能だぞ。3、今回のディッシュ武道館公演のチケットをお持ちの方。4、そして何よりディッシュをこよなく愛しスラデューサー同士仲良くできるのが大事だ。応募方法など詳しくはディッシュのホームページをご覧ください。スラッシャーの皆さん、どんどん応募してくれよ。さあ、これでディッシュ武道館ライブ5組のプロデューサーが全て出揃ったぞ。バリエーションに富んだプロデュース企画が目白押し。第4弾総演、第5弾スラデューサーがどんなプロデュースをするのかはまた後日発表します。お楽しみに。